どうも藤です、前回この風大という物理演算パズルのゲームを使いまして、このチャンネル富士工房で最も再生されているあの動画との決着をねつけたわけですね。予想できなかったね。え、うん、避けた。そして、何それ。まあ、とりあえずその問題とは決着がつきましたと。で、やっぱりこのアプリね、面白いからもう少しやろっかなと。はい、やっていきましょう。パレイ。これ見たじゃん。え？何？起動するたびにこれ、もう一回最初からやんの？確か俺前回、こいつにして正解だったんだよね。で、噂によると、こっちになるパターンもあるらしいと。まあ、まさかね、物理演算パズルとかそんなことはないと思うけども、プレイ。はい。うん。避けた！避けた！死ぬんかい？いや、予想できない。予想できないけど、これを予想しなくちゃいけないっていうゲームなんだよね。うん。これはもう5に入れば5に従いだよ。はい。続いて。おっと、これはなんだ？車輪が両サイに渡って。なるほど。なるほど。右の方の人間はこれどうやって死ぬんだ？車輪がいっぱいドミノ倒してそれ落ちて、で、シーソーが傾いて、で、ドミノの下敷きにされちゃってお亡くなりになると。こっち、長いんじゃない？うん。だってドミノ4枚分いるんでしょ？ 2 引き換え左見てみろよ。左はもうシンプルだぜ。ってことで、こっちだ。はい。行ってみよう。これは左、おお、ほらほらほら、いいよ。スタートダッシュいい感じ。そして、ああ、押す力が弱い。そして、そっち、右の方は、トンカチが強い。うわ、ああ、これ、わからん。その、車がどれぐらい速いか次第。うわ、待って、一気に来た。ああということは、右でしょうと。はい。それで、スタートしてみましょう。いや、このアプリ、一筋縄でいかないのは、こっからなんですよね。うん、さっきと明らかに近くないかと思ったけど、いや、そんなないか。これさっきと同じ条件じゃないか。あれ、ドミノ、いけるか、いけるか、ギリいけるか。いや、待って、さっきと違う。どうだ。いや、勝った。よし。オッケー。あ、変わった。このアプリ、心入れ替えたよ。変わった。ちゃんとした物理演算パズルだ。続いて。ん？これは、トンカチトントントンして、トンカチがボールをトントントンして勢いつけて、緑の棒を、奥に押し出して穴に落ちて、で、上にある車が左にスライドしていくと。で、そっからドミノが左右にスタート。で、左の方が速い気がすんな、そっから上に。力が伝わる距離が速い気がするけども、右もどうなんだろう。あのシーソー2枚ってもう多分力がダイレクトに伝わるから速いとも思うんだよね。いや、左こっちで頼む。いや、明らかにドミノのね、距離が左の方が近いからそう思っちゃうけど、違うのかな。はい、ここまでね、こうしてね。はい。で、このあとドミノが左右にスタート。あ、ほら、左の方が一足早くスタートした。そしてトンカチの力を使えば早いぞ、速さだぞ。そうだ、ナイス。オラ、オッケー、今回いいじゃん。あ、この問題か。前回普通にこっちに、普通っておかしいか、右にしたら左の人がそもそもその板から降りるっていうまさかの行動をとって、右の人は落ちたわけで、ってことで右で、もうとことんかわいそうだけど。はい。すると避けた。避けれるんだ、やっぱり。で、今回逆にしてみよう。これだとどうなる？お、避けない。撃った、避けた。そして、撃った、避けた。その後は？え？それは、かわせないんだ。奥が深いね。続いてはなんだこれ。
スタートして車が走ってトン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 して、サッカーボールもしくは左で、うわー、その風船はね、いやいやいや遅い、風船は絶対遅いって思ったけど、サッカーボールも遅えよなって思ったら左かな、左、割れさえすれば一瞬で岩落ちるはず、ほら左の方が絶対速いもん、あ、確実にこれは左行ったでしょ、待って待って、結構思ったよりその緑のバーの動きが速かった、いやでもこれ割れさえすれば勝ち、やった、お、割れの遅えな、おい、どういうか、空気漏れだけど勝った、あ、なんだ、一瞬で割れろ、お、因縁の問題だ、いやこれはね、どうなんだろう、まあ、一番ありえないと思った一番右のやつで前回終わっちゃったもんだから、あえて奥のやつ見てみるか、まあ、そういう未来もありそうだよね、うん、もう右のやつのさじ加減、そしてあのシーソーの下にいるやつの位置が、え、あれ、何それ、そんなのあり、そんな生き方もあんの、ほら変わってる、シーソーの下のこいつねえ、倒れ込む位置が変わってから、だから今の状態だったらこいつが死ぬのは絶対ありえないんだよ、これでいってみよう、絶対ありえないよ、うん、だってシーソーはこれ倒れても、うん、安全地帯にいるもんね、大丈夫、うん、順当、じゃあとりあえずまあこの問題における死亡パターンは一通り全部見れたんじゃないかな、あの首だけ出てるやつは普通に、うん、転がってきたボールで、ああそれ一番、え、あ、え、かわいそう、さあそのシーソーの下のやつ右側になってるならばもう死ぬでしょってことでそこにしてみたけども、どうかな、やっぱそうだね、オッケーオッケー、よし、じゃあ次の問題に行こう、はい、続いて、そのトンカチがボール叩いてそのボールの挙動がわからん、左かな、左、ボールがね意外とバウンドしないんだよ、スタート、うん、ここまではね前見たやつと一緒で、そのトンカチの柄を叩いてくるよ、その、え、あ、え、あ、あー、いいのね、で、そうそうそう、そういうこと、そういうこと、そういうこと、あんなにバウンドしないもんかね、お、これはん、ボール落として、え、普通に考えてさ真ん中じゃない、真ん中のこの人があの黒いボールでお亡くなりにならない、はい、うん、あ、違う、お前かい、うそうそ、面白もう一回もう一回いや、どうせ変わんだよ、どうせ変わんだよ、いくよ、なるほどね、面白いねこれ、落とす、はい、で、いやほら変わったじゃん、変わったじゃん、そのパターンもあんの、いやこれさ、あえて一番ありえないのにしていい、この一番右下、これは絶対ないじゃん、こいつが死ぬパターン一番最初にだよ、ってことでこれにしてみよう、するとどんな動きになるんでしょうか、落ちる、そしてん、下そのまま順当に行く、そういったら避けれんな、避けた、いやこんなの誰もわからんって。